はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でカレンダーに予定を追加したり削除する基本操作方法についてご紹介していきます。カレンダーに予定を追加する手順としては2つの方法があります。1つ目は画面右下の日付のところをクリックした際に表示されるこのカレンダーから直接予定を追加する方法と、カレンダーアプリを起動して予定を追加する方法の2つとなります。まずはタスクバーから表示できるカレンダーから予定を追加する手順についてやっていきます。予定を追加するにはこの日付の部分をクリックしていただいて、カレンダーが表示されたらこの画面のまず追加する予定の日付をですねクリックします。例えば2月9日に予定を追加したい場合はまずこの9日の9の部分をクリックします。そして選択された状態になったら画面下のイベントまたはリマインダーを追加しますという入力ボックスがありますので、こちらに予定の名前を入力していきます。予定のタイトルを決めたらその下に時刻の指定がありますので、この予定が何時から何時で行われるかを開始時間と終了時間を決めていきます。左側が開始時間となりまして、右側が終了時間です。なので左側の開始時間からまずクリックして設定の方をしていきます。でこちらをクリックするとこのように時刻の設定の画面が出ますので、何時から開始するのかを決めます。そして何時何分まで設定が終わりましたら、画面左下にですねこのチェックのマークがありますので、こちらをクリックします。これで開始時間の指定ができました。続いては終了時間を指定していくので、右側の時刻のところをクリックします。そして終了時間を決めていきます。時間を決めたら先ほどと同じように左下のチェックのアイコンをクリックします。これで開始時刻と終了時刻の設定ができました。時刻を指定したら続いて場所を追加しますという項目にこの予定がどこで行われるのかを入力していきます。分かりやすいように予定の場所を入力したら最後に下の保存ボタンをクリックします。これで予定を追加することができました。続いてはもう少し細かく確認をしながら予定を追加していきたい場合、カレンダーアプリを起動して行っていきます。なのでスタートから全てのプログラム一覧の中にあるカレンダーをクリックしてカレンダーアプリを起動します。カレンダーのアプリを起動すると分かるんですが、先ほど右下のこの時刻のところから追加した予定に関してカレンダーのアプリでも同期がされるので、こちらからでも確認することができますし、このカレンダーのアプリから追加した予定も同じく右下のタスクバーのカレンダーから確認することができます。このカレンダーのアプリと右下のカレンダーは同期されていますので、どちらから入力編集したとしても設定が反映されるようになっています。では早速ですが、このカレンダーアプリで予定を追加していくやり方について説明していきます。まずはこのカレンダー一覧から予定を追加する日付をクリックしていきます。例えば2月10日に予定を入れたい場合はこの2月10日の10の部分をクリックします。これで予定の追加の編集画面が出てくるので、まずイベント名の入力ボックスに予定がわかる名前を入力していきます。タイトルの下に開始時刻と終了時刻の時間を設定する入力ボックスがあるんですが、このままでは設定を行うことができません。イベントの作成の初期設定ではこのイベントが終日行われるという設定になってますので、画面右上のこの終日のチェックボックスをクリックして外します。そして左側の開始時刻をまず決めます。次に右側の終了時刻を決めます。そして場所を入力していきます。場所を設定したら基本的な登録の設定は終わりとなるんですが、例えばこの登録する時間において選択項目が30分おきしかありません。この時1分単位で設定したくなった場合はこの選択項目から設定するのではなくて手入力で直接していきます。仮にこの散歩の時間を7時ではなくて7時5分から設定したい場合ですね、7時5分から開始したい場合はまずこの00のところですね、分数の部分をバックスペースで消します。消した後に05と半角数字で直接手入力します。そしてエンターキーを押します。これで7時5分と設定することができます。同様に終了時刻に関しても細かく設定したい場合は選択した状態でバックスペースを押していただいて、そして任意の時間を設定していきます。この時半角数字で必ず入力の方を押してください。そして入力が終わったらエンターキーを押します。これで任意の時間に手入力をすることができます。
また場所の設定項目の下にアラームというものがありまして、初期設定は15分前と表記があります。これは何かというと、この予定の開始時刻の15分前にこの予定がありますよというお知らせを表示してくれるといった機能になります。そしてこの通知の時間は15分以外にも設定することができまして、この選択項目から選ぶことができます。必要に応じて設定したり、あとは必要ない場合はなしを選択することもできます。今現在画面右下に表示されているものがアラームの通知となります。このように予定の何分前かになった時に右下に通知をさせるといった機能があります。そしてこの画面が出てきた時にもう一度忘れずに再通知したい場合は左下の再通知ボタンを押します。もうアラームの通知を無効にしたい場合は右下の閉じるボタンを押します。またイベントの登録において終日にチェックが入っている状態だと、初期設定ではアラームの設定が12時間前となります。今行ったように予定を一つずつ登録していく場合はその日付に対して順番に登録することができるんですが、例えば繰り返して予定を追加したい場合はわざわざ一つずつ入れていくのが結構手間になったりします。そういった場合は繰り返しの機能を使って予定を連続して登録することができます。繰り返して登録する手順ですが、まず開始の予定日の日付をクリックします。この画面で先ほどはイベント名などを入力したんですが、繰り返して登録したい場合はこの画面の右下の詳細情報の文字をクリックします。これで繰り返し用の登録画面となるんですが、この画面ですとカレンダーの表示がなくなってしまいます。なのでカレンダーを見ながら登録したい場合は画面右上のイベントを新しいウィンドウで開くのアイコンをクリックします。こうすることでカレンダーと別ウィンドウでこのイベントの登録画面が表示されるようになります。なので確認しながら登録していくことができます。そしてここでまずはイベント名を入力します。続いてはこのイベントに対して場所を任意で入力します。場所まで入力したら続いて繰り返しの設定に移りますので、画面右上の繰り返しの文字をクリックします。これで画面右側に繰り返しの設定項目が表示されるようになります。そしてここから繰り返し設定を行っていきます。開始の日付に関してはもともと直接その日付をクリックして登録しているので問題ないかと思うんですが、もし日付を変更したい場合は開始の日付の右側のカレンダーのアイコンをクリックして別の日に選択し直します。開始の日付の下に毎週と表示があるんですが、これが繰り返し間隔の設定となります。こちらをクリックすると毎日、毎週、毎月、毎年と設定がありまして、例えば今回このラジオ体操というイベントを1日おきに登録する設定を行っていきます。なので毎週からまずは毎日に設定し直します。そしてその下に間隔というものがありまして、初期設定では1日ごととなっているので、1日ごとですと実際には毎日登録されることになってしまいます。1日間隔で行いたい場合は1日行って1日空いて1日行ってという形になるので、ここでは1ではなくて2日ごととなります。そしてこの間隔を決めた後はその下に終了の期間を決めていきます。この予定を何日から何日まで行うかのこの終了の予定日ですね、こちらに関しても右側のカレンダーをクリックして直接日付を指定していきます。これで2月16日から開始されて2日おきにこのイベントを登録するという設定ができました。そしてここまで来たら左上の保存ボタンをクリックします。これで1日間隔でラジオ体操のイベントの登録が完了となります。このように定期的に行う予定に関しては繰り返し機能を使って簡単に登録することができます。次に登録した予定や繰り返しの予定を編集したり削除する手順についてですが、一つずつの予定に対して編集や削除をしたい場合はその対象の予定の文字の部分を一度クリックします。そしてさらに隣のところにその予定の時間や詳細の表示がされるので、こちらの部分をクリックします。詳細情報の画面に切り替わりまして、ここで予定の変更であったり必要ない場合に関しては画面上の方に削除のボタンがあるので、こちらをクリックすることでこの予定を削除することができます。また繰り返しの予定に関しても同様に編集や削除を行うことができます。続いて繰り返しの予定を編集したり削除する手順についてですが、編集を行いたい場合は
先ほどと同じようにまず対象のイベントをクリックします。さらに隣に表示されたこのイベントの内容の部分をクリックします。これで詳細の設定画面に切り替わるので、ここで内容を変更していきます。また定期的な予定の間隔などを変更したい場合は、画面右上の定期的なアイテムの編集の文字の部分をクリックします。これで繰り返しの設定画面が再表示されますので、ここから間隔などを変更していくことができます。そして変更後は左上の保存ボタンを押します。これで繰り返しの間隔を変更することができます。削除する場合に関しても同様に、まずこの繰り返しのイベントをクリックして詳細画面に切り替えます。そしてこの画面の左上の削除ボタンをクリックします。この時いくつかメニューが出てくるんですが、ここで1回のみ削除と全て削除の2つがあります。これは繰り返しの設定をしている場合に全て削除の項目が追加されまして、この1回のみ、今選択している日付のみを削除したい場合は1回のみ削除を選択します。全ての繰り返しのイベントを削除したい場合は全て削除の方をクリックします。これで設定した繰り返しイベントを一括して削除することができます。またカレンダーの表示方法を変更することができまして、初期設定では1ヶ月単位の表示となります。ここから1日単位であったり週単位や年単位に変更することができます。変更したい場合は画面右上のこの日、週、月、年とありますので、こちらをクリックすることでそれぞれの表示方法に切り替えることができます。例えば日の部分をクリックすると細かくですね、時間に分けられた表示に切り替えられます。続いて週をクリックすると1週間の表示に切り替わりまして、1週間の中での時間単位でスケジュールを確認することができます。以上が基本的なこのカレンダーの使い方となります。